じゃん。こんにちは、末高さん。はい。今日はですね、はい、巨人のショート、ここは今非常に争いが激化してます。ああ、はい。なぜならあのココモンテス選手も取りましたし、もうそんなのはもうキャンプの時なんかは、うん、いやレギュラーを門脇しかいないみたいな、阿部監督そうですよね、そんな勢いだったけどな。そうだ、忘れてた。それで大丈夫なのかなとか思ってたけど、はい、そうですよ、うん。まあ今年最初はまず門脇選手でスタートしたんですが、やっぱりちょっと守備のエラーだったり、まあ率のこともあって、途中からまあ伊豆口選手がスタメンのような形になってきました、ね。で現在また門脇選手なんかにも戻ったりしてはいるんですけれども、ここに今度はココモンテス選手が入ってくると、はい、いうことで熾烈な争い、はい、起用法じゃあどうなっていくのかというふうな話を今日はしていきたいと思うんですけれども、まず豊さんは門脇選手今年壁にぶち当たるんじゃないかっていうのは予想はしてたね。してましたよね。そうなんですよね。実は確かにあの守備はね、うまいから、うん、まあショートで守ってくれれば、うん、あとバッティングはまあそこそこやってくれればいいっていうふうに考えたのかもわからないけども、うん、やっぱり両方ちょっとだから昨年とは違ったような形になっちゃったよね。そうなんです。あの去年の後半から率は上がってきていたので、はいはい、あこれこのまま今年も行くのかなと思っていたら、守備をポロポロやり始めてから率をかっていう、うん、それはどうしてなんですかね。まず2年目バッティング、バッティングもあと守備やっぱ怖さが出るんだよ。まあ、ルーキーの時って思い切りやって、はい、それを称えられるけども、うん、2年目からは、はい、まあ、精度を求められるというか、うんうん、もうちょっとこうした方がいいとか、はい、ああした方がいいっていう、まあ、欲が出てくるよね、はい、周りも、うん、まあ、その欲に対して期待に応えようと思ってたら、うん、レベルが高かったという、あ思った以上にすれば、うん、ここまで目指さなきゃいけないのみたいな、はい、まあ、そういうところになっちゃったんだよね。あとは例えばレギュラーはもう門脇選手だよねっていうふうなのをなんか聞いた時点でちょっとおごりではないですけど、いやおごりじゃないんだよ、やっぱね責任が出てきてるから、その責任に重さを感じてたんだよ。プレッシャーか、うん、門脇ともね、はい、話をしたことがあるんだけども、うん、まあ、そのことについて、はい、どうやと、うん、まあ、確かに出れるっていう安定的に出れるという、うん、まあ、準備のしやすさだとか、はい、そういうのは感じるけども、やっぱずっと守りきらなきゃいけないという責任はすごく感じます、うん、それはすごく重いですと、はあ、だそれに勝っていかなきゃいけないという、うん、そういう思いは強いですっていうことは言ってたけどね。そうか、まあ、ショートって言ったら坂本選手の、まあ、そうだね、ね、場所を門脇選手はやっぱ取って実力でっていう、まあ、そうだね、そのプレッシャーもあるんですか。まあ、そのプレッシャーもあるだろうし、うん、やっぱレギュラーとしての資格というのは何かというと、やっぱ休まないで、はい、そこでしっかりした成績を収めるという、うん、でやっぱそういう成績もそうだし、責任ということに対してのやっぱその重みは感じてたよね、はい、だからじゃあ逆にその門脇に言ったことは、いやそれはやっぱりしんどいことかって聞いたら、やっぱそれはもう大変なことだっていうことは、うん、まあ、シーズン前から覚悟してシーズンに入りますっていうふうには言ってたけどね、うん、いや、 やっぱそんなもんだよレギュラーって。だから大変なんだよ、死守するのってすごい怖さがあるんですね。いや、まあ、大変大変、うん、で成績が落ちたらやや言われるし、はい、でやっぱ変えられた時のショック、うん、それはやっぱ責任が全うできてないっていう自分への落胆、うん、はい、これはね感じるよ。それは実は4月5月の門脇選手がスタメン落ちを何試合か経験して伊豆口選手に変わっていくって、あそこら辺でインタビューでも答えていて、やっぱり2年目で当たり前に行くとは思ってないんですけれども、これだけ思うようにいかないと試合に出るのも怖くなるというふうに話しているので、試合に出るのがもう怖いっていうことに、エラーしちゃうかもとか打てないかもとか、そうなんですか。これはね、俺は怖いって感じたのはやっぱもう晩年なんだよ。え、それは何ですか。いや、それは試合に出るのが怖いって、うん、ミスをしたくない、うん、チームの足を引っ張りたくないっていうのがやっぱあった、うん、はい、これは中日のヘッドコーチやってる片岡ヘッドもやっぱり実は阪神時代に野球が怖くなった時期があった、うん、あ、そうなんですか。俺もあった。でも早すぎるわ、まだ2年です、ね、まだ もっともっとやんちゃでいいよ。そうですよね、うん、そうか。いや、今から怖がってたら、うん、もうね身が持たんよ。ですよね、そうですよ、ね、いや、ほんとほんと。豊さん、まあ、確かに気持ちはわかるよ、はい、やっぱりこう言われるし、うん、巨人のショートって、うん、
ね、坂本がいたところをやっぱもう君に任すって言われる、うん、その重さっていうのは、はい、いや確かにこう稼働がきつかったと思うよ、はい、だけどそれにはやっぱ打ち勝っていかないとさ、うんうん、ね、怖がってる場合じゃない、うん、その怖いと言ってるのはもちろん守備もそうだと思うんですけど、例えばバッティングでバントしなきゃいけない、例えばこういうカウントでこういう塁上を埋めてる場合はこういうふうに打たなきゃいけないっていうのでプレッシャーで失敗とか、まあ、もっとね横着になっていいんだよ、うん、いや本当に、うん、できなかったらできないで命まで取られんやろ、まあ、そうですね、極端はそうですよ、そんな感じだよ、うんうんうん、ね、こんなもん誰が取れるかいだおいって、うん、そのぐらいの感じでいいんだよ、ちょっと開き直らないとメンタルがやられるよ、ね、本当にですよね、うん、で多分門脇選手バント失敗しちゃったっていうとどうしても阿部監督の顔を見ると鬼の形相だったりするんですよ、ね、もうバントやったって、ね、まあ、失敗したらもう取る戻しがつかないわけだから、はい、押したら次に何をやるかっていうことを考えないと、切り替えか、もうとにかく必死こいて、うん、ランナー進めないんだろうって、うんうん、そのぐらいの感じでいいんだよ、うん、いや本当に、ね、三振したら自分の頭をバットでバーン殴っときゃいいんだよいや本当にもうパフォーマンスでもいいから、うん、もうそのぐらいのやる気と、ね、突貫小僧っぽいものを出した方がいいよ、うん、やっちゃな方が2年目で怖いって言ってたら、いやもうね萎縮してたらダメ、萎縮するっていうのはさ、うん、健康じゃないよね、メンタル的に、うん、はい、で、あのね、健康な人っていうのはポジティブなの、はい、で、健康じゃない人はネガティブなの、うんうんうん、だからもう見たら門脇はもうネガティブの塊だよね、いや、そうなんですね、いや、それはね、心を健康にしなきゃダメだよ、そっか、うん、もっとやんちゃでいいよ、うんうんうん、もっと自分がやりたい表現があるでしょ、野球の、はい、それをやっぱり表現していかないと、うん、命まで取られんって、ダメだったらファーム行きゃいいって、そうですね、そうですよね、そのぐらいの腹積もりでやらないとさ、うんうん、面白いもんもクソもないよ、そうだ、今野球が果たして楽しいのか、絶対楽しくないよ、あのバントなんかお前あれやる気あんのかみたいな、そんな感じなの、もうイップスみたいになっちゃってる、や今本当野球イップスになってしまってるのかなって、もう無視して打っちゃえもうこうなったらあれ出てましたみたいなそんな感じのずーっさがあってもいいんだよ、そうですよ、極端に話すよすれば、はいはい、いやもう絶対このピッチャー打てると思ったら、うん、打っちゃえ、もうね打っちゃえ、脱いに出ちゃえあれでホームランでもお前バントだぞって言われたら、え出てましたみたいなもうねそのぐらいのねやっぱもう肝が据わってないとやってらんないよ、そうですよね、あだからもうそんなんでいいから、うん、あのそれは監督が出るサインというのは、うん、あの絶対だけども、うん、やるんだったらもう腹が据えて、はい、もうやっとるんじゃないかですよね、本当また決めなきゃいけないじゃなくて、うん、結果を恐れるんじゃなくて、うん、おーしってサード出てくれんかなみたいな、うん、そしたらバッサーしてやるんだみたいな、そうそうそう、出てきたガーッて打って、うん、ねいいじゃん、サード出てきたからね、鼻からもうバントしますお前もう来いよみたいな、そんな感じで打ってしまう、ね、そうですよね、うん、そのぐらいのそのぐらいずうずうしくならないんだですよね、やっぱどうしてもね阿部監督の顔色を見てしまったりとか、次使ってもらえないんじゃないか、なんかこう罰則とかあの、ね、うん、確かにねチームっていうのはやっぱこうみんなのためにやってるし、うん、ね、監督がサインをそれを仕切ってやってる、いやだけど基本的には自分のためにやってるんだよ、うん、このバント一つを決めたら給料が上がっていく、うん、ね、ここでヒットをタイムリー打ったら給料が上がっていく、はい、だから門脇っていうのは結果を恐れて人の顔が浮かんでると思うんだよ、みんな阿部監督の顔とか、はいはい、ね、バント失敗したら河合さんの顔とか、ね、はいはい、もういろいろな顔が浮かんでると思うんだよ、うん、ね、親父の顔でいいから、うん、親父と一緒にやってきた野球やんなさいよ、で楽しかった時の、そうですよね、うん、やっぱね気持ちを解放しないと全然つまんないと思うんだよ、今のなんか門脇選手はそうですね、うん、だからねみんなね日本の野球って、うん、まあ、サッカー界もそうだと思うけど、うん、やっぱ規制の中でやってるんだよ、すべ、うん、て規制、ここでパス出すとかさ、はい、ここでバントするとかさ、うん、結構自己規制っていうのは大事なんだけど、うん、団体スポーツでは、でもそうじゃない時には自分の気持ちをフリーに自由にしてあげる、
それが大切だと思う、俺は。特に今の門脇選手はそれが大事なんでしょうね。俺は大事だと思う。だから門脇お前笑ってやれみたいな。もうなんかいつも、いつもね泣きそうな顔してやってるから。そうなんですよ、うん、だからまあね、だから伊豆口も、うん、もう思い切って触れて、お前はねどこを出てるんだって、うん、大阪桐蔭で、はい、ね、やって青山でしょ、はい、ね、エリートじゃない。そうですね、言えば、ね、怖がんな、怖がんな、エリートが、うんうん、で社会人どこだっけ、あれ、ほらもうエリートですね、全部エリートだ。エリートブルブル振り回せ、もうこれぐらい、ね、解放すればいい。それ伊豆口選手も門脇選手も今試合に出ることへのちょっと恐怖感というのが2人には芽生えてる。いや、伊豆口はそうでもないと思うんだけど、まあでも門脇は少なからずとも、うん、まあ、そうかなっていうような感じがするよね。その阿部監督の中では例えば伊豆口選手と門脇選手っていうとどういうふうな振り分けとか立ち位置にしてるんですかね、阿部監督の中では。やっぱ門脇の方が1年間プロで飯食ってるだけに、うん、まあ、それなりの安定感を求めてるだろうし、うん、で伊豆口は将来的にはやっぱ内野の一角どっか取ってくれればいいっていうふうには思ってると思う。でここに来てまた門脇選手に今ショートなってますけれども、これはどういうふうなことですか。あのね、みんなね、いやだから伊豆口に物足りなさを感じてるからでしょ、うん、いやだけどね、なんていうの、失敗を怖がるなと、うん、あのね、あれだけ練習してて毎日1個やる、その1個がやってきたことが全て無駄になるような、うん、そういう考えになるなよと、うん、人間やってることはミスなんかあるって。逆にミスの方が多いですよね。多いよお前、うん、ミスだらけ。ミスだらけだよお前、うん、人生ミスだらけだから本当だよ。そうですよね。でもなんとか生きてるからみんな。そうそうそう、なんとかね、なんとかなってんだよ、うんうん、ね、それと一回俯瞰で野球見てみ、うん、で、ああ、あの人がエラーしたみたいな、ああ点が入った、うん、ね、もう何回か進んだら忘れてるから。そうですね。そうなんだよ。それを自分で思い込んじゃってんだよ。あそこで失敗したから、みんなはどう思ってんだろうって。いや、そうじゃなくて、うん、もう忘れてるから、うん、もう次へ次へもう展開へもう進んでるんだから、うん、だからもうあんまり考えないっていう。考えない。でもここにココモンテス選手が入ってくるじゃないですか、今ショート参入。ってなると、じゃあ阿部監督どうするんだろうっていう。ココモンテスの、はい、多分精神力が強いと思う。エラーしてもヘノカッパだから向こう久しぶりに聞いたらヘノカッパ。ヘノカッパ久々に聞きましたねヘノカッパ。いやいや、だから育ちが違うんだ。文化ということですか。そう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 、やっぱね、日本の文化ってさ、うん、エラーしたらもう重箱包みたいに、うん、なんかミスしたら言うだろう、うん、はい、ね、ミスしたらもう次のことだから向こうは、うん、今何が起きたみたいな、はい、俺が悪いのかみたいな。そんな感じですよね。いや、そうじゃない、うん、このグラウンドが悪いんだろうみたいな、うんうん、そんな感じで、はい、責任転嫁してるから全部、うんうん、でもそれは大切なことなんだ。ポジティブですよね。そう、ポジティブですよ、ポジティブ。だから一つエラーしたあの外国人は、うん、二つ目飛んだ時に、うん、日本人だったらガチガチになるけど、うん、向こうの人は平気だもん。そっか、それはだからやっぱ育ちなんだよ。そうですね。でも第一ショートになるのは誰なんですかね。それはわからない。いやそれを聞きたくて聞くのかなと。ああ、そうなの。それは言わなきゃいけないの。阿部監督的に第一ショートにしたいなって、まあ、あとは気持ちですよね。いや、それはもうやっぱり実力だよな。誰なんだろう今さ。いや、だからそのモンテスが、うん、打って、うん、まあ、そこそこ守りができたら、うん、日本人の2人は出る幕なくなるかも。あの、何かの控えとか。そうだね。後半で出てくる8回ぐらいからとか、そういうことなんですか、ね、坂本の守りとか、うん、はい、あー、サードのモンちゃんの守りとか、うん、守りとかそっちに回っちゃうことになる。いや、可能性はあるよね。打ったらそうですよね。だからまあいい刺激が入ったと思って、うん、またやっぱ門脇とか伊豆口は勝負だよ。また一人ライバルが増えましたね。いやいや、もう使うって決まってるわけじゃないから、まあ試すのは試すだろうけど、はい、ね、負けないように頑張らない。これはこの3人がショートにいるっていうことは巨人の戦力的にはすごく非常にいいはいいんですか。まあいいよね。うん、いや、それは門脇はセカンドもできるしさ、まあ伊豆口だってセカンドもできるし、あと、まあ、吉川が何かあった時に、まあ、控えとしても大丈夫だろうし、うん、で伊豆口なんかは多分ファーストもできると思うし、はい、場合によってはね、はい、
そしたら岡本をずっとレフトでいらすこともできるし、うん、だからまあいろんなやり方ができるようになってくるよね。確かにいろんな選択肢とか危機管理っていう意味では、うん、まあ、そうそう、うん、その危機管理なんだよ結局は、うん、だからその危機管理が一番の目的ではないけども、うん、その危機管理ということを考えると、まあ、いい選手が入ってくる、来てくれたよね。そうですね、内野手のね、うん、巨人、門脇選手、伊豆口選手、そしてここモンテス選手、こうどういうふうに後半こう阿部監督はこう起用しながら、ね、まあ面白いな、いやどういうふうに落ち着いていくのかな。そうですよね、最終的にじゃあ誰かがショートのポジションをつかむのか、それとも最後まで3人が併用して戦っていくのか、はい、こういったところも、まあ、そうなってきてると苦しくなってるかもしれないな、巨人が。ってことはやっぱり固定で、まあ、ある程度ゴール切るときには形はちゃんとないと困るな、うん、そっかそっか、はい、じゃあそういったところもねちょっと見つつこの3人の選手のこう活躍を期待したいなというふうに思います。はい、はい。